おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2796です。はい。今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回ですね、毎月でやっております、週刊ナイトライですね。こちらの方を今回やっていきたいと思います。で、今回ですね、前回の続きみたいな感じのね、ちょっと少量パーツやっていきたいと思います。それとプラスワンでね、追加のパーツもやりますけど、次回がね、結構ハードかなと思ってるね。そんな感じですね。なので、とりあえず今回は前哨戦としてね、軽いものをやりたいと思います。今回紹介する号はこちら。じゃんと。はい。こちらですね。週刊ナイトライダーの、今回はまず40号ですね。それともう一つ、41号をやっていきたいと思います。なので、ちょっとパーツ数は少ない感じとなっておりますよ。ということで、早速ですね、パーツの方で用意していきたいと思います。とりあえず、今回使うパーツがこちらですね。じゃんと。こちらのパーツ。こちらですね。41号と40号。この2つですね。まあ、このパーツ見ていただくとね、そこまでパーツ数がないよね。そんな感じになっておりますので、多分サクッと終わると思います。とりあえず先にですね、こちらケースから出してパーツだけ出したいと思います。それからいつもの通りこちらですね、組み立て方法を見ていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方をざっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。まずこちらが40号ですね。そして41号と用意してあります。まず40号のね、冊子からいきたいと思いますが、冊子の方がドーンとこういう風にありまして、まあ、いつものね、中身、組み立て説明書ですね、そこだけ見ていきたいと思いますが、まず今回の組み立て部分がこちらですね。アンチロールバーというやつですね。それとアンチロールバーリング、リンクか。それとアンチロールバーブラケットってやつですね。まずこちらですね。アンチロールバーというところに、アンチロールバーリンクっていうのをまあ組み付けると。で、ねじ込んで2つ組み付けて、底部分ですね。こちらで組み付けましょうと。で、これができたら、こちら。上からネジで固定する。で、さらにこちらですね。このパーツ。このね、ひの字ですね。このパーツを使って固定しましょうと。それを2箇所やったら完成ですね。一応これで40号の方が終わりと。まあ非常にシンプルですね。そして次に41号行きましょう。41号がこちらと。41号に関しましてはほとんどね、組み立てる部分はないと思っておりますよと。で、組み立て説明書の方に行きましてね、こちらとなっております。バッテリーボックスカバーとスピーカーハウジング、ジャッキアップパーツの前と後ろとなっております。電池カバーですね。今までパカッとね、開いてた部分の蓋ですよと。で、内側のところにこちら。スピーカーカバーを乗っけると。そして、ペラッとめくりまして終わりっていうね。ここのところに、ジャッキアップパーツをね、つけてディスプレイするっていうね。こんな感じのパーツです。なので、実際組み立てるものとしては、こちらのパーツですね。まず、これとこれとこれ。このね、二つっていうか、この三つですね。これをネジで固定して、背面に配置して、あとネジ固定という感じ。あと、こいつらはね、パチンと止めて、上からザクッと刺しておしまいみたいな感じなので、このパーツはとりあえずね、後にしまして、こいつ作っていきたいと思います。とりあえず、組み立て自体はね、大したことはないと思いますけど、注意しなきゃいけない部分があるんでね、そこのお話もしていきたいと思いますので、早速行きましょう。まず、こちらですね。アンチロールバーの方を用意しましょうと。で、このアンチロールバーですね、向きが分かりづらい。で、多分こういう向きかな。ここのね、端っこの部分に対してこいつを入れますよと。で、これ自体は、ここにですね、ズボッと差し込みます。そして、BP というネジを用意して打ち込みますよと。で、BP のネジに関しては、ちょっと多いね。とりあえず、こっから2発だけ出しておこうかな。はい。で、これですね、用意できましたら、いつもの通り、ドライバーでねじ込んでいきましょうと。で、ねじ込むのはいいんですけど、今触ってるね、アンチロールバーもそうですし、打ち込むためのこの棒ですね。この棒も、それぞれ全部ね、プラスチックとなっておりますので、打つときね、十分注意しないと破損しますね。なので、ここの部分ね、グリグリっと打ち込んでいきましょう。はい。で、ある程度入ったら、最後の増し締めをしましょうかと。で、最後までギュッとねじ切りましょう。ねじ切るっていうか、打ち込みましょう。反対も同様ですね。ここにもう一個同じような感じで入れて、ここに打ち込んであげて、ねじ込んでいくと。まあ、この辺はね、とりあえずね、いつもの通りなんで問題ないんですけど、言ってる通り、これプラスチックなので、力のかけ方とかですね。それによって、ネジ穴がね、ダメになったりとかしますんでね、そこの部分十分注意と。で、あと変なところ持ってやるとね、これ自体全部プラスチックなんで、こっからポキッといきますんでね、そこの部分十分ね、把握しながら、
しっかりと組み付けてあげるよと。はい。で、一応これができましたら、これだけだとね、完結しませんので、ここにですね、本体を持ってこなきゃいけないよと。今まで組んできたやつの塊なんでね、めちゃくちゃ重たいんですね。はい。一応こちらを用意しましょうと。で、これがですね、用意できましたら、この底ですね。ここのね、底の部分につけなきゃいけませんよと。で、つける位置がこの辺につけると。で、こいつを用意してね、この辺りに配置される。ここかな。この辺に配置されますよと。こういう感じでいいと思います。で、こういう風に配置しようと。で、これが配置できましたら、裏からネジで固定すると。で、その時にですね、本来は今組み付けたこちらのパーツですね。こいつを裏から止めるんですけど、私が見た感じ、先に、ここ、ここ、2箇所ね、ありますけど、ここの2箇所に対して、このパーツをね、ここに設けて、で、先にこいつを使って固定した方が、多分この辺暴れないんじゃないかなと思います。で、一応その時に使うのが、このね、GM かな?このネジを使いましょうよと。で、一応ね、いつもの通り予備残して、全部使う感じかな。なので、4本出してしまおうかな。で、これが準備できたら、これをね、ここに配置して、そして、打っていくと。で、先ほどまでね、プラスチックって言ってましたけど、今組み付けている、こちらのね、本体の方。こいつは金属製なんでね。まあ、ある程度力のね、加減は必要にはなりますけど、先ほどまでみたいな感じでね、ガチガチにね、注意しなきゃいけないわけじゃないので、とりあえず問題はないのかなと。で、今ね、二山ぐらい噛んだ状態にしておりますので、まあ最終的にね、打ち切りますけど、こんな感じでね、ある程度入れていけば、まあここのパーツ自体はとりあえず安定するかなと。で、この工程でね、残りのやつ、ここのね、甘く打ってる部分も、上の部分も、こちらのパーツをね、裏側から打つ部分もね、全部やってしまいたいと思います。はい、取り付け完了です。やはりですね、ここを組み付けてから逆さまにして、ここの裏ですね、のネジ打った方が確実に楽ですね。というのも、この状態でやるのもそうですけどね、どうしても裏側から打つ関係で、パタンとやった時に、ここの部分がですね、片方だけ浮いたりとか、ぐるんと回ったりすることがあるので、そこの部分を防止することをね、考えれば、ここのパーツは先に打っておいた方が確実に楽だと思うんですね。工程としてはね、ここの裏側のネジ打ってあげて、こいつで固定する感じですけどね。私はこの形の方が楽だと思いました。はい。一応これが40号となりますよと。そしたら今回最後となります、41号をね、つけていきたいと思いますが、41号のスタートがこちらです。電池カバーですね。電池カバーがここに入りますよ。まあ、ここにカチッと引っ掛けてパチンとやるだけですね。はい。これで1個ついたと。で、ここのですね、電池カバーのお話ですけど、以前ですね、1年かけて作りました、エンツォフェラーリはですね、フロントのね、カバー、ボンネットパカッと開けて、固定されてるネジをばらして、引っこ抜いた先に電池ボックスがあったんで、非常に厄介でしたけど、これは楽ですね。電池の交換がここ開けるだけなんで、非常にいいですね。うん。他のやつもね、多分こういう方式に新しくなってるやつはね、変わってると思いますけど、今ね、年間通してやっております、ランボルギーニの方がね、どうなのかっていうのが非常に不安ですけど、こちらはね、ここなんで非常にいいと思いますね。はい。まあ、一応こんな感じでね、付けましたと。で、次にスピーカーカバーですね。スピーカー部分に関しましては、ここですね。ここの部分に対して、このパーツ。これをね、入れるだけです。混合はこれだけなんですね。一応向きが決まってるんで、向きを把握して、ここに入れるだけです。ここに関しましてはね、ネジ止めは今回は入りません。まあ、ここにね、スピーカーが入るからですね。一応このような感じで付けてあげれば、これでおしまい。あとはですね、付属しているパーツとして、これと、いうふうに4つありますよと。で、一応この2つがフロントですよと。で、こちらがリアと。これ何かというとね、ディスプレイ用のパーツですね。で、ディスプレイ用のパーツ、乗せるときには、一応この辺のところに引っ掛ける感じで乗せると。こういう感じかなと。同じようなイメージで、こちらがね、フロントなので、これもね、同じような場所につけてあげれば、一応こいつを使ってね、ディスプレイができる。まあ一応ね、ここを使ってあげることによって、タイヤによるね、転がりですね。これを防止することができますんで、しっかりとディスプレイすることができるってね、こういうパーツがついてきております。まあできることならね、専用ポイントで
そこにパチッとつけてあげればね、OK みたいな感じのが楽だと思います。あと高さ調整がね、できればそこのね、作業がしやすかったんですけどね。一応こんな感じでね、転がり防止のパーツがありましたと。これをね、使わなくてもね、いい人は保管しておけばいいと思いますけどね。一応このパーツ、本当はね、奥もつける必要性がありますけどね。とりあえず今はつけておきません。どうせ後で外ししということでね、こんな感じでジャッキアップパーツありましたと。はい。今回はね、作業としてはかなり単純というかね、簡単ですね。そこのところにアンチロールバーというのをね、つけて、上からね、ネジで固定して、留め具をつけてあげただけ。あとはね、電池ボックスのカバーをつけて、スピーカー用のこのパーツをつけて、ジャッキアップですね。このパーツをね、設けただけという感じとなっております。一応ね、こんな感じで、パーツ数は少ないですけどね。あと、見た目もね、そんなに変わらないんですけどね。ちょっとだけ作業が進んだという感じですね。はい。ということで今回ですね、デアゴスティーニの週刊ナイトライですね。こちらの40号と41号をやっていきました。はい。ということで、次回ですね。次回もですね、また、週刊ナイトライではね、やっていきたいと思いますが、次回は結構、内容としてはね、ハードかなっていうね。まあ、ある意味、こちらのね、根幹みたいな部分ですね。それをちょっと次回から触っていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。